今日はなんとディズニーに行ってきまーす。しかもごめんなさい、一人じゃないんです。えってね、わたげチャンネル、ポリティ。今日はディズニーのデートということで、今から化粧をしていきたいんですけど、マジで時間がない。くっそ寝坊しました。本当に寝坊したので、超特急でディズニーに行けるぐらいの顔面に仕上げていこうと思います。ちょっと顔むかみすぎ昨日間違ってなんですけど、夜にお酒を飲んでしまって、家で一人で缶みたいなやつを間違って買ってたみたいで、お家にあって、間違ってすごい塩分の多いキムチって食べてしまったので、すごく顔が、そうなんです。もうどうしよう、何この画角、スカイツリーとかと通る人の画角やん。こんな後ろにスカイツリーないと成り立たない画角じゃないね。何百円どうにもいいんです。今日スカイツリーに行くわけじゃないんだから。二人で人と行くディズニーっていうのが、もう半世紀ぶりすぎてどうしようって思っている。ディズニーのさ、あれ待ち時間ってさ、どういう会話とかしたらいいの？ちょっとさ、普段はさあんまこう気の使わないところも、今日はウォッチで言ってる時とはわけが違うんだからさ、ちょっと考えないといけないよ。どうするの？どうするな？私どうしてもそのクリスマスの時期のディズニーに行きたかったんですよ。なんかさ、待ち時間、並び時間とかにあんま人と会話ができないんだよ。だから今これがちょっと予行練習だと思って私は今喋っている。この時期のディズニーにあんまり行ったことがないんですけど、絶対カップル多いよね。え、どうしよう。え、楽しみ。ポリティ。今日の予定は、とりあえず私今から学校に行くんですよ。そうそう、忘れてた。今日、テストがあって、どうしてもね、私は休む気満々だったんですけど、そういうわけにはいかないらしく、今日は一旦学校に行ってからディズニーに行かせていただくので、ちょいとそんなに騒がしくないでしょうにとかはしません。妥協などしません。で、やっぱり大学に起業していくと、なんなんどれぐらい分野、ごめんなさい、私もすっごい分からなく、あんまうまく喋れないんですけど、お許しください。なんか最近私わざと滑舌悪く喋ってるからみたいな言われたんですけど、違うの、本当か、喋れない、本当に喋れない。どうしよう、緊張してきた。あ、相手は姉貴なんですけどでも本当に奇跡なの、お姉ちゃんとディズニーに行けるなんて。本当にお姉ちゃん忙しくて、普段全然相手にしてもらえない。なんか一応一緒に住んではいるんですけど、なんかその全然生活リズムが合わなすぎて、普段全然話さないのね。だからもう私がどうしてもお姉ちゃんとディズニーに行きたいんだって、超可愛くない、行きたいんだけどってすごいお願いして、今回お姉ちゃんの予定をこじ開けることに成功したので、本当に嬉しい。お姉ちゃん彼氏いるんですよ。彼氏もいるわ、大量の友達もいるわ。で、なかなか私に構う時間がないというか、まあ、構う必要性がないというか、こうあんま普段ね、こう関わらないので、嬉しい限りですよね、本当に。今日という時間を何とも充実したものにさせたいと。それとこのゆきゆきしてさ、化粧してる妹可愛すぎない？どうし、もうすぐ来た。
目にキュッと吐くの忘れてた。もう私のお姉ちゃん死ぬほど足が細いんですよ。なんで遺伝してないのってぐらいめちゃめちゃ細くて、まあ、努力とかもあるんですよ。私の努力不足とかもあって、全然ね、あれなんですけど。めちゃめちゃ細くて、だからちょっと並んで歩くとなったら、ちょっと頑張ろうと思って私も、だからメディケットを回すと、と思ったのに。どうしよう、忘れてた。なんかこう、一緒に遊ぶ人によってさ、そのなんか、合わせないと思うって、あるあるなのかな。あるあるだよね、きっと。私にはもう、ちょっと、しばらく忘れた感情だったけど。なんかさ、スタート時から全く顔変わってなくない？大丈夫？髪を巻きたい。私は髪を巻きたいです。ぜひ。うーん、今日ランドだしな。違う、あ、これもシーか。で、これお姉ちゃんとお姉ちゃんの彼氏この先の取れたボロアイロンで巻いていきます。やっぱ病系みたい。今日はハンキャップみたいなやつを被りたいので、すっごいこう収まるやつだから、あんまり髪やんなくていいかなって思ったんですけど、どうも。今日もともと雨予報だったんだけど、ずっと。なんだけど、お姉ちゃんが、家にツルツル坊主飾ってくれてたらしくて、無事晴れになりました。すごくない？私もあれ見に行ったんですよ。スズメの子。スズメの子？違う。スズメの戸締まり。天気の子を思い出してて、そういえばと見に行ったの。面白かったし、すごい綺麗で楽しかったんだけど、楽しかった。綺麗で素敵だったんだけど、なんかこうさ、いつもさ、映画見に行って思うんだけどさ、こう、なんかすごい難しい映画とかさ、あと前、一人で見に行ったトップガンマーヴェリックとかさ、なんかこう、感想を共有したくてもさ、その周りに見てる人がいないっていう、この、虚しさ。もうとてもじゃないけど、ね、耐え難いです、本当に。もう、なんか隣のおじさんとかに話しかけちゃいたくなるもん。あそこどうやったと思いますとか、誰かと共有したすぎて家族に見せたもん、無理やり。トップが、でも面白いって言ってた。え、待って、何の話ってか、私これ合ってるの、これ、ちょっと待って合ってますかね。まあ後ろはあんま見えないのでどうでもいいので、バス。え、もうじゃあ大学行くのか。まあ大学はどうでもいいよ。時間がない、全然時間がない。適当な気です。もうなんか一回外羽にして、で顔の周りと、もう適当に外巻きにしました。誰が参考にするんだ。ディズニーに行ってきました。ワンちゃん、珍しく今日は醤油皿に入れちゃおう。もうディズニーから帰って眠すぎて一回家で寝て、でもめっちゃお腹空いたので、お寿司を買ってしまいました。安心して、ちゃんと 30% オフ。あ、でも2人前買っちゃった。お腹すきすぎて。お姉ちゃんと一緒に行ったはずなんですけど、お姉ちゃんは実家から来て実家に帰るという
にムーブを起こされましたので、やさしく帰ってお風呂に入りました。あー悲しい。あーお犬だ。ディズニーでもお寿司売ればいいの。うまっ。ディズニー久しぶりにクリスマスの時期のディズニー行ってきたんですけど、楽しい。しかも一人じゃない、まあお姉ちゃんですけど、一人じゃないディズニーが久しぶりすぎて、なんか新鮮な気持ちになりました。ランドに行くのもめっちゃ久しぶりだったし、お姉ちゃんと二人で行くっていうのもめっちゃ久しぶりだったし、なんかもうなんかはしゃぎすぎてずっとお姉ちゃんに話しかけちゃって、なんかベイマックス乗ったんだけど、あのなんかベイマックスのとこってめちゃめちゃ話すのには適してない環境なのね。で適してない環境じゃないですかね。もうイエーイイエーイイエーイみたいな、なのにずっと話しかけてたからもう喉がイカれて、でも普段そんななんかずっと何時間も話すことないから、珍しく人と話してて疲れるっていう現象に陥りました。これって幸せなことだね。でもなんでお姉ちゃんと一緒に帰ってこなかった、なんでお姉ちゃんと一緒に、なんでお姉ちゃんと一緒に帰ってこなかったというと、まあ姉毛さんは、あのまあ、結構長く続いてる彼氏がおりまして、で、この前、いや、二人にがご飯食べてる、ここでご飯食べてる時に、私が突入して、そのディズニー、これディズニーどうするみたいな話をしてたら、なんかその彼氏、もうなんか、え、いいよみたいな感じになっちゃって、綿毛と姉毛のムーブを3、4時間ぐらい、その、お昼からした、その後になぜか、そのアフターシックス、なんか夕方からのアフターシックスのやつで、あの姉毛の彼氏が参加して、謎に途中参戦しやがってきまして、姉毛を取られるっていう。せっかく遊ぶのにこじつけたのに、最後取られて、マジ悔しい。本当に悔しかった。だから謎に帰りも一人で、ぼっちで、リゾートライン乗って、でリゾートライン乗ったらなんかさ、あのランドから舞浜駅まではなんかその逆襲だったらしくて、なんか、ま、謎にめちゃめちゃ遠回りして帰って、まあ、これなんな、私これ乗らなきゃよかったとか思いながら、そのファミリーの中一人でこうリゾートラインに揺られて帰ってきました。何なの？もうお姉ちゃんにいろいろなんか大学のこととか就職のこととかいろいろ悩み相談に乗っていただいたりしたので、すごくリフレッシュな一日になりました。ありがとう、アナゲさん。もう、うんちゃんはすごい忙しいので、もう、本当に全然構ってもらえないので、また今日から。なんか今日も帰ってきてないし、孤独な生活が始まるんですけど、まあ画面の向こうの皆さんと一緒に、今後の日々も、乗り越えていこうかなと思います。もう、見るからに浮かれたやつが、あの、話す声のトーンじゃないですよ。